はい、どうも、カパン長です。じゃあ次はね、何日か前にね、この YouTuber のオリラジの中田さんの話をね、動画でお届けしたと思うんですけど、それの続きなのか、前の話なのか、ちょっとまたなんか中田さんの話が出てきたんでね、ちょっと見ていくんですけども、なんかほら、この間お届けした動画の内容はさ、ね、なんかこの、テレビを、テレビに出るのをやめて、YouTuber に転身して、で、YouTuber になってからこの成功して、なのにこのテレビにね、なんか出たいかのような、なんか未練タラタラなのかな、みたいな。ね、テレビにね、出せるもんなら出してみろ、みたいな。なんかそういうよくわかんない、なんか、短歌切ってたというか、ね、なんか捨て台詞吐いてたような気がするんですけど、そもそもテレビが嫌でテレビを去って YouTuber になったんじゃなかったのかな、なんか言ってることはよくわかんないですよねって、そういう話をお届けしたと思うんですけども。で、今回ね、その内容が、テレビをやめた、本当の理由っていうか、その YouTuber に転身した、この中田さんがね、テレビに出ている時の、テレビタレント時代の、きつかった体験、これをなんかチャンネルでね、YouTube のね、チャンネル、自分のチャンネルでなんかぶちまけたっていう、そういう話なんですよね。こうこうこういうことがあって、ね、もうどん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 ストレスも溜まって、もう我慢できんと、やめたんだって言ってるんですけども。じゃあ、テレビに出せるもんなら出してみろよっていうのもよくわかんないですよね。なんだろうな。なんか繋がるのかな、この話と前の話が。ちょっと見ていきましょうかね。オリラジ中田さんがテレビ業界で感じていた不満をぶちまけましたよと。俺はなんというつまんない仕事をやってるんだって思ってたんだって、ずっと。じゃあ、戻ってくれって頼まれても、戻るかよ、ボケって。ね、切り返すところでしょ出せるもんなら、あれか、面白いテレビになれるもんならなってみろよ。そしたらもっともっと面白くしてやるから、みたいな。そういうことが言いたかったのかな。ちょっとなんかよくわかんないですけどね。お笑いコンビオリエンタルラジオの中田敦彦さんが3日自身の YouTube チャンネル中田敦彦のトーク、中田敦彦トークスを更新。テレビタレント時代に辛かったロケを語ると題し、抱えてた不満をぶちまけたと。この間お送りした内容と同じ動画のってことなのかな。やっぱ続くのかな、繋がってんのかな、これ。中田さんはロケ行ってさ、3本撮りとかやってさ、ご飯飯を死ぬほど食わせんのやめてくんないって思ってたと。1日に何店舗も回って人間が食べる量じゃねえだろうって思ってたと、過酷だったロケ仕事を振り返ると。まあなんか食レポみたいなのがあったりとか、それが何度も何度も重なるみたいな、続いたとかって、そういう話なのかな。で、その後、好きだという、なんだろう、テルーの歌に合わせて、曲の名前かなこれ、当時の胸の内を語り始めたと。俺は何かなりたいものがあったはずなのに、ずっと同じことをしている。今日も面白かったですよと言われるが、本当に面白かったんだろうか。一日カメラ回しても、スタジオで流れる時は20分になってる。もっと効率的にできるものがあるんじゃないだろうか。今日はあのグルメとあのグルメを食ったが、本当は美味しいとは思っていない。この番組の、レギュラーやっても、ゴールデン MC にはなれない。スタッフが褒めてくれるのはコスパがいいからだろう。1日稼働してスタジオのギャラの3分の2なんだから、あの人とあの人がロケを断ってるから俺が全てのロケの回しをやっているに過ぎない。またあの先輩がゴールデン番組の MC になったが、ただつまらない VTR をスタジオで見るだけの機会になり果てている。あの人は喋ったら面白いのに、ただ話を振ってなんとなく突っ込むだけ。あんなに舞台でしのぎを削っていたのに、そんなに MC になりたかったのだろうか。天才だと思ってる芸人がなんかワイプの中で言っているが、その声は邪魔になるからという理由でマイクが活かされていないと言い、だからテレビの仕事を辞めた。なんというつまらない仕事に俺は苦労して、なんというつまらない仕事に俺は苦労してなったんだって思ったんだよね。思ってたのと違ったっていうことかな。と振り返っていたそうです。これ動画見た方いらっしゃいますかね。まあでもなんとなくね。てかもう随分昔からね、もう地上波終わりみたいな、テレビオワコンみたいなことは結構言われてましたけどね。そもそもやってる人がね、
まあ、永田さんがね、永田さんだけじゃなく他の人たちがどう思ってるのかちょっと分かりませんけど、まあそれは仕事としてねビジネスとして割り切ってやっててね、面白い超ウケるとか言いながらクソ面白くねえと思ってる人だってそれはたくさんいると思いますよ、ね、それは食っててね、何これクソまず、少なくとも俺の口には私の口には合わねえなと思っても仕事だからね、もう超美味しいみたいな、こんな美味しいの食べたことがないみたいなね、まあなんかそういうのもあるでしょうし、それが仕事なんじゃないの、ね、続けてる人はね、仕事だと割り切って続けてるんじゃないの、食っていくために。ただ永田さんの場合はもう耐えられんと、ね、だったら YouTube で、ね、自分がやりたいことだけやって自分が稼ぎたいだけ稼いだ方が全然いいよってなったっていうだけなんじゃないのかなね、まあテレビの、そうだな、バラエティなんか竹市場とかさ、ね、全員集合とか、ああいうのはなんかすげえ面白かった記憶があるんですけども、なんか最近はそういう感じの、まあなんかそういうコンプライアンスとかさ、いろいろこの当時はなかった、ね、今はなんかこの縛りがもういくつもあってっていうのはありますよ、時代が違うっていうのは。なんかいい方法ないんですかね。確かに昔に比べると、わかんない。僕はただ個人的に年食っただけで、今の楽しさ、今の楽しいバラエティっていうのに対応できていない可能性だって当然ありますんで、なんともこれは言えないんですけども。でもなんかね、もっともっと面白くしたらダメなの？なんか中途半端な感じがするんですよね。まあテレビや界隈はね、まあ特になんか期待することも多分ご覧になってるあなたもないと思うんでね、このまましぼんでって衰退していくんだったらもうそういうメディアとしてね、しょうがないんじゃない、淘汰されて、そもそも求められてないんだから、求めに応えられてないんだからしょうがないよねっていう、そんなところじゃないですか。だからまあ永田さんは なんでこうテレビに対してこのね、だってテレビを卒業して YouTuber になって成功してるんじゃないんですかなんかこう未練たらしくものぐちゃ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 言ってるように聞こえちゃってね、なんかテレビ卒業したっていう割にはテレビになんかこだわりすぎじゃねみたいな、なんか逆に必死さね、戻りたくて必死にあがいているような、訴えてるような、なんかそんな風にも取られちゃいますよね。ね、だからもうテレビね、テレビ時代っていう過去をさ振り切って YouTube っていうね新しいねこの舞台にね立って降り立ってで結果出してんだからいいじゃないですかね、それでね。だからもうなんか1段2段わかんないですね、永田さんがどこをどの辺目指してねいるのかわかりませんけれども、多分まあ現状満足はしてないんでしょうね。だからまあ僕みたいなのが偉そうに言うあれじゃないんですけども、多分過去にとらわれすぎてるからね、なんかこう思ったような結果がね新しいステージに来ているのにね出し切れてないっていうのはそこなんじゃないですか。ね、もうテレビの話なんかほっときゃいいじゃないですか。であとなんだろうな、まあ僕もこのテレビ業界ね、テレビ界隈で仕事したことがある人間じゃないんでわかりませんけども、あくまでも想像ですけどもね、そもそも公共の電波でしょテレビってね、この個人のね芸人さんとかこの個人のね言いたいことやりたいことをね言いたいだけ言えるね、やりたい放題やれると思ってたのが永田さんにとって幻想だったんじゃないですか。現実はそうじゃなくて、ね、先人たちはなんか好き勝手、ね、やりたい放題暴れ回ってる風に見せるのが、ね、その時代その時代に合わせて見せるのが上手だったっていうだけなんじゃないですか。っていう個人的な感想ですけどもね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。